熱海市役所では大相撲9月場所で敢闘賞を受賞した熱海富士を応援するメッセージコーナーが期間限定で設置されました。熱海市役所の1階ロビーに設置されたパネルには熱海富士の写真や手形、9月場所の取り組み結果などが貼り出されています。9月場所で感動を与えてくれた地元出身の熱海富士に対して市民らの思いを届けるためのメッセージコーナーも設置されました。感動しました。また頑張ってくださいって書きました。地元だからね、応援していきたいと思います。パネルは来月13日まで設置され、メッセージは講演会を通じて本人に手渡されるということです。